コントンザは絶賛公開中の映画、アクロス、ザ、スパイダーバースの内容に大いに触れるネタバレ動画になります。劇場で本編をご鑑賞後にご覧いただくことを強く推奨いたします。ご了承の上、ご覧ください。今見終わったけど超絶おもろいわ。冒頭のグウェンパートからおしゃれすぎてそっと押しかけた。グウェンバースの色彩表現めっちゃ良かった。今作実質スパイダーグウェンみたいなとこある。すげえ映画だった。一作目見終わった後もこんな感じだったけど、それ以上にワクワクしてる。スパイダーマンシビル号だろこれ。ノーウェイホームは超えてなかったな。ノーウェイホーム以上はないやろうって甘く見てたが超えてきてくさ。バルチャー戦からアニメ表現の可能性に挑戦しすぎてると感じた。エンド編は超良かった。これ間違いなく吹き替えで見た方がいい。吹き替えで見た後に字幕で見た方が頭に入ってきやすいかもね。スパイダーインディアはデザイン変更して正解だったな。面白すぎてやばかった。最近アメコミ低迷状態だったけど完全に一石を投じる作品だったな。ストーリーもアクションも何もかも MCU の上行っててマジでこの先 MCU 大丈夫かって思う内容だったわ。初回終わった俺もチャイディ好きだよ。続編あるってこと知らんだし途中で。長いなこれ物語終わるのかとか思ってたがやっぱり終わらんだ。続編のこと知らないと一番の盛り上がりポイントで終わるからビビるよね。何かスパイダーの数だけ多くてそれぞれの活躍が微妙だったからこれなら少人数にしても良かったと思う。しかしエンドクレジットが思いのほか短かったのは驚いた。ピクサー作品並みに多くの人が関わっているのかと思った。3人で監督しているとか濃密すぎるわ。バルチャーさんまた別次元に来てる。ガーフィールドとベノムのおばさんはサプライズだったわ。背景にマグワイアいるし吹き替えのイノマナブさんはレゴピーターとスペクタキュラースパイダーマンの吹き替えで出演してるよ。マイルスやグウェンたちの CG 感がだいぶなくなってるね。画面に溶け込む感じだけど、前作にあったいろんな画風のキャラが一つの画面に収まるカオス感が、今作はこれだけキャラが出ているのにないのは少し残念。前作のシンプルなストーリーや画面の方がいいという人も結構いそう。一よりもこっちの方が個人的には大満足。しかし破綻しそうなパラレルワールドをよくここまで描いたね。映画がこけてリブートを繰り返しただけなのにマルチバースというアクロバットな設定にすり替えた脚本家は天才としか言いようがない。アニメーションなのか実写なのか見失う瞬間が頻繁にあったな。表現開拓としてもせめせめでセイマギー。ストーリーも面白かったけど最初から最後までずっと映像に圧倒されてたわ。バトルシーンがすごいんだけどアニメでよくある神作が、みたいに速すぎて何してるかわからないってことはなくて目で追える程度の速度でありながら素早くて強くてかっこいいカメラワークが秀逸だと思った。でもどうやって描いてどうやって動かしてるかはマジで1秒もわからん。大ボリュームだけど面白い本編前に京アニの映画の予告とかやってたけど日本のアニメが同じところでうろうろしてる中海外アニメは日本アニメから学べるものは学んでとっとと先に行ってしまってるな。エンタメとしてもアートとしても、ヘリとインドでスパイダーセンス駆使してマルチスパイダーマンで救助するシーンが好き。ヘリのシーンは少し泣きそうになった。続くのには不満。未来見えた時の線画も 3D なの？あそこだけ手書きだったりしない？ 3D の上から線画描いてるから基本全部手書きだよ。あのクオリティで仕上げたスタッフはマジでイカれてる。日本は制作に貢献もしないくせに途中で資金を吸い上げたい輩ばかり多いからねえ。本気でクオリティ上げようとする人たちへ本気でお金注ぎ込まれたら二度と巻き返せないような前作レベルの作品も数年遅れですが再現不能でしょ。めちゃくちゃ面白かったけど前作以上にグングンしまくってて軽く酔う。めっちゃパート1だな。終わった後ざわついてたわ。いやこんなん明日ビヨンド公開してくんないと収まりつかないよ。面白すぎるしマジでアニメーションとしてすごすぎる。アース42の展開は良いのだがまた数年待たされるの辛い。朗報、一応来年3月予定、1年待たなくていい。来年公開予定なら全然待てる範疇だけどそういう情報は劇場内で見せてほしかったよ。来年公開が本当ならビヨンド告知のところで2024年公開とか書いてほしかった。そっちの方がまだ後味が良かった。まあ、これだけのクオリティだから延期もあり得るか。いや面白かったわ。あと一年待たなきゃいかんのか辛い。後編でヒーローのカタルシスをどう壊してくるのか楽しみ。とりあえずストライキが公開に影響しないことを祈ろう。続編有力なのは知ってたので帝国の逆襲みたいなラストを予想してたが、まさかバックトゥザフューチャーによりも響きでトンボだとは。見たら後編まで我慢できなくなりそうだから後編のタイミングまで楽しみにする。見た感想としてはやってる間に映画館で見た方がいいとは思うぞ。後編のタイミングで再上映やるかもしれないけど。ここまで多彩な表現されると 3D 化できないものはないのではって錯覚するな。 IMAX とかで見れる時に見といた方が絶対にいい。マジか予想きたかってなるから情報入れずにすぐ見た方がいいと思う。
前作の設定をうまく落とし込んでるのがすげえわ。いたよなベーグル投げられた人。話が重たすぎる。スパイダーマンは基本的にアクションコメディじゃないとあんな続き方で次回作は笑えるポイントあるんかね。ノーウェイホームで改めてスパイダーマンの重い宿命を書いた後だからなお説得力がすごいのよね。今見てきたけどいやーすごかったな。なんかもうどういう作り方してるのかわからない。制作場面が見てみたいわ。ここまで瞬きが惜しまれる作品は初めて瞬き厳禁。というスポーツ観戦によくあるキャッチコピーは今作こそふさわしい。長いだけで退屈だったな。あとヒステリック関サトシが苦手すぎて目が覚めた。ブラウラーの正体しか覚えてない。盛り上がりがなかったとかテイク上げてだったとか絶対そんなことはないし、一応公に宣伝してた逃げ組も勝って全スパイダーからもちゃんと逃げを押せてるしさ。最後は最後であの集結っていう期待も十分させてくれたじゃない。それで全部解決しなかったからダサくっていうのはあんまりじゃないかな。ああ不満はないと言ってもグウェン単独作で見たかったとかキャラの愚痴はあるけどね。作品としてはこの上なくちゃんとしてたと思うよ。前編でハードル上げすぎて後編で大滑りだけはやめてくれよ。スパイダーバースは3作全部良作であってくれ。とにかくよくできた映画だった。いい感じに風呂敷広げたけど多分このスタッフなら次回もうまく畳んでくれるんだろうな。あと曲もポップでよかったな。前作主題歌が Spotify 再生数トップ5に入っただけのことはある。グエンが一室もう一人も主人公でとても良かった。パンフレット買い逃したのでまた劇場行かねば。タメ買いに近いけど絶望で終わったインフィニティオーと比べると希望の持てる終わり方が。まさか実写が少しでも出るとはね。どっちの実写だろうか。チラッと出てくるベノムの世界。ただの一般人なのに超人と関わりが深いコンビニのおばちゃん。これは後編で参戦した東映版を中心に実写4人衆が美味しい活躍持ってくんやろうな。に助けに来て。次のビヨンドザスパイダーバースで実写の3人が来るってマジなの。何かそういう伏線というか前振りみたいなことあった。実写の世界もコミなのは確定。出てくるからわからん。自作で出るかどうかはソニピクリニンさんしか知らないだろうけど実写さんに嬉しいシーンがたくさんあったことは言っておく。面白かったけど劇場のざわつきがすごかったな。まさかスポットとの決着が2回とは。小ネタ多すぎて拾いきれない。さすがに面白すぎた。情報量も多すぎ、ミゲルは好きになれそうもない。小ネタが多くて知識量を試されるな。絶対こいつ元ネタないだろみたいなスパイダーマンもそこそこいた気がする。カナダのホッケーはオリキャラらしい。とりあえず俺が確認できた基地のスパイディ、スペクタキュラースパイダーマンアニメ、スパイダーマンアンリミテッドアニメ、60年代スパイダーマンアニメ。アメージング、スパイダーマン実写、ライミ版スパイダーマン実写、PS4 版スパイダーマンゲーム。スペクタキュラースパイダーマンにもちゃんとセリフあってよかったな。そういや俺映画兵で原作知らないんだけどお笑い芸人のスギちゃんみたいな格好のスパイディアーホの子って認識で OK？ グエンのポータルの前でゴニョゴニョ言ってたら退場したやつ。なんか印象的だから覚えてるんだけどあいつはピーターのクローンだよ。最終的にピーターかばって死ぬ間際でいいやつ。あいつそんないいやつだったのか。映画しか見てないと完全にアレな子にしか見えなかったわ。パンフ買ったしちゃんと読み直してみる。すごいちょい役だったねゲーム版ピーター。不眠症だし。ゲームスパイダーマンは絶妙に難しい立ち位置だから一発ネタモブなのは仕方なし。あいつはあいつの世界でのマイルズの件とかあるしな。3人で見に行ったけど誰もスパイダーマン見つけられなかった。前作の動員記録の結果今回に東映マット上決定って言ってなかったっけ。標準的スーツにブレスレット付きのやつがモブにいたような気はしたけど後編があるならまだ望みはあるかな。確定じゃないけど可能性はある、だったと思うよ。鎧武者っぽいやつがいたしそれで、日本向けのスパイダーマン、への期待には応えたとも取れると思う。ただ今回の終わり方からの空気でレオパルドンねじ込まれたら台無しになりそうなのがちょっと懸念だな。本筋壊れるぐらいなら出さない方がいい気がする。山城スパイダーマンはどこかに出てきた。あそこまでエンブレムとか出して期待させてならやっぱり本格的な出番は後編なんかね。防衛版はピチとかビアらしいんでるけど所長がどういうのとかはないしビヨンドでイレギュラーなスパイダーマンはマイルズだけじゃないんだぜ。するのかもね。それぞれの世界のスパイダーマンの書かれ方を考えると防衛版スパイダーマンは実写で登場しないとおかしいのでは。別世界からやってきた雲に噛まれてスパイダーマンにはレアケースすぎる。ハーブ案件のスパイダーレックスまで。恐竜が普通に恐竜だった。待ってティラノスパイダーちゃんと作品としてあるの。実写プラウラーはみんな知ってるね。本当に出たのか。トムホ出るか出ないかと注視してたらトムホの世界のアーロンおじさんが来た。捕まってた実写のプラウラーってホームカミングの人だよね。おいの話しててそれはマイルスかみたいに話題になってたやつ。捕
固まってた実写ブラウガーって MCU に出てたアーロンおじさんだよね。トム・ホバンに嘘は実写ブラウガーだけでいいよな。アース1222のストレンジの話と、ハロー、ピーター。あと、ジョナ、ジェイムソンのテレビとかはノーウェイの嘘だよね。ガーフィールドとベノムのおばさんはサプライズだったわ。背景にマグワイアいるし、吹き替えの井野学さんはレゴピーターとスペクタキュラースパイダーマンの吹き替えで出演してるよ。実写映像がしれっと違和感なく溶け込んでるのって何気にすごい。そんな、ピーターがリザードになっちゃうなんて。所長のシモグウェンの死にも直面するアメイジングピーターかわいそ。拍子抜けライノってただの才じゃねえか。スパイダーマンを捉えろ。スパイダーマンは大事な人を失う。中が最後までハラハラしてたわ。特に今回ママの出番多かったし。疑問なんだけど、ピーター部の娘がスパイリならこの子にとってのベンおじさんって。やめろー。原作スパイダーバースにならないとスパイダーがある世界のピーターは死ななかったから大丈夫。スパイダーマンに娘ができたって話も割と目新しい気がする。 MJ とはメフィストと契約してなかったことにしたアメコミとかあったしな。あとマイルスに一目惚れした。マイルスが一目惚れした。 VR の娘がいらなかった気はしなくもないかな。まあビヨンドで掘り下げあるのかもしれないけど、現状よくわかんない存在よね。ロックはもともと反骨思考だし、インドは大切な人が救われたから言わずもがな。新規組で損得なしの自分の印象だけでマイルスを信じたのが VR。 30年来のスパイダーマン2099ファンの俺としてはかなり悪役にされてて納得いかないところある。前作ラストのスパイダー指差し喧嘩やってたミゲルさんはどこ。こんなにはあんな性格なのだろう。ミゲルは多分スワをちょくられてる時のテンションだよな。あれミゲルおつらすぎない？赤ちゃん抱っこしてるの後から考えるときつい。なんならあの時の消滅の時にいたのって部じゃね。左様ミゲルも予告だとおっかない印象だったけど、冒頭のグウェンとの共闘の時はセリフも節々からスパイダーマンっぽさがあってよかったな。あの赤いウェブかっこよすぎる。ミゲルはある意味あの別バースで妻子が消えるのがカノンイベントだったのかもな。だからマルチバース全てを守るスパイダーマンになってしまった。実質二度失ってるわけだし、そりゃまあミゲルさんも心折れるし何もしないでくれとか言う。でもそうした場合マイルス君闇落ちまったなしなんですが、その辺どう考えてたんすかね。見ててどうしてもミゲルに気持ちがこもってしまう。ミゲルも報われてほしいな。マイルスたちが運命を変えられた代償としてミゲルが犠牲になるとかだったが俺は耐えられない。ミゲルの吸血鬼を襲って原作から？インヘリターズとかと関係ある？わかりやすく吸血鬼と言っただけで原作からあるアナログを注入する気は。吹き替えで見たけど関さんってほんと多芸だよな。そりゃゴーストの英霊も全員分担当するわ。ムーンナイトの吹き替えもすごいぞ。ムーンナイトの声なんで変わっちゃったんだろう。予告の時のポルナレフの人でも全然合ってたのに。ミゲルの意にスポットが生まれそうなぐらい負荷かかってて草。後から思うとミゲルが真面目な話してる時にブパーカーの娘がじゃれてる絵面なかなか残酷だな。っていうかブパーカーはバース消滅を目の前で見てるんだっけ描写的に。バース1万9999のドクターストレンジ名。最低7ドクターストレンジと一緒になんかやらかしたやつ。もう許したれ。ミゲルの言い方だとバース1のキングピンの実験の影響でノーウェイホームのトラブルが起きたのかな。スポット、あの、俺。スポットは初見時、あ、ミスターネガティブくんか、とか勘違いしててごめんなさい。スポットはあれもうどうすりゃいいんだ。続編スポットが空気になりそう。メインの敵はクローラーっぽさそうだし。スポットくんどんどんヤバくなってったな。あれ自在に開いたり閉じたりできるようになったから問答無用の切断もできるのかな。糸切ってたしできると思う。パートで片付けられるヴィランだと思ったら正しく世界の危機だった。なんだこのナルメシアンって思ってたら随分ヴィランっぽくなって。序盤の雑魚かと思ったらメインヴィランかよこいつ。鳥海ボイスのいまいち貫禄のない感じが逆にヤバみがあって結構好きになってきた。元がただのエリート研究員強盗がどんどん壮大なボスに仕上がっていく。僕は君の宿敵なんだよってザレ事でもないんだよな。僕が君を産んで、君が僕を産んだ。正直最初の方のやりとり見てたらスポット君そんなに悪いやつじゃなさそうだったのに、急にめちゃくちゃ黒くなってびっくりしちゃった。こんな姿になって全てを失った。復讐してやる。からあれ。この能力もしかしてめちゃくちゃすごくない？って気づいて力に溺れたのがまさにヴィランって感じ。本人にその気があればスパイダーマンのサイドキックや独立したヒーローにだってなれただろうに。スポットやろうとしてることは結果的にヤバいけど進んで死者でそうとはしてないのが憎めないな。ムンバッタウローボエ研究員とか長くに落とさずに地味にバリア外に転送してるし。
加害者だけど被害者でもあるし家族もいたって考えれば人間に戻してあげてほしいとも思う。キングピンはあくまでも死んだピーターのヴィランだったけど、スポットが実験で別世界のクモを呼び出したことでマイルスが噛まれて、その結果ピーターが死んで代わりにマイルスがキングピン倒しただけで、マイルスにとってもヴィランってスポットなんだろうな。マイルスがなった原因でもあるからな、本人知らんけど。お互い生まれるはずのなかったヒーローとヴィランだからな。成長型主人公と成長型ヴィラン。ストイディのヴィランはなんか知らんがやらかすじの規模がやばいな。見た人の99くらいは今ホビーのことについて語りたくなってると思う。あのアナーキストいなかったらとっくに積んでるよね。あの場で一人だけマイルスの味方してるあいつちょっと良いやつすぎる。ノリが合う反対性派な仲間見つけて嬉しかったんだろうな。未来の技術模倣して海賊版ウォッチ作るメタルモンスター天才なの。スパイダーマンは大体頭いいかな。インドもパンクも大好き。パンクも自分を通してる感じ俺も好きよ。インドにも良いキャラしてたわ。吹き替えはウォッチもちょっと聞き取りづらかったけど。後はスポットを倒して終わりって感じするけど自作で2時間保つのか。パンクさんイケメンすぎる。ところでなんで組織になんて入ってたんですこの人。バンドでも俺やれるかも。無理だった。スパイダーパンクは見た人みんな好きになる。パンクさんは原作だと一応キャプテン、アメリカやハルクとチーム組んでる。ホビー嫌なやつかと思ったらめちゃくちゃいいやつで疑ってごめんなさい。そういやグエンとパンクのやつってそういう仲な感じなの。なんかカーディガンの剣とか時計の手助けもそうだしグエンもまんざらじゃなさそうな感じしたけども悪いやつじゃないから別に悪印象はないんだけど。グエンがマイルスに抱いてる好感ってのは恋愛じゃなくて親友的なそれなのかな。シンプルに良いやつだったから仲良くしてただけなんじゃないの。ああいうやつ好き。パンクとも親友って感じも好き。なんかねなんとなくだけど、バースもグエンは恋愛感情に酔わせると怒りそうな感じする。パンクはゲイだよ。あるいはマイカ日本人はそういうとこにぬいけど、欧米人なら見たら一発でわかる。マイルズが刑事を破ったとき、パンクがニヤッと笑うとこが一番好きだわ。キャラの造形が深いなぁと感心した。あ、パンクってそういう感じなのね。そう言われてみるとちょっとそういう気はありそうなキャラデザにも見えてくるな。グエンの親父さんが警察辞めたのがカノン公約の糸口になるのか。それはそれとして同じく無職だからちょっとお父さん心配になった。パパ、これからはグエンのファングッズ売って生計立てるよ。間を空けた前後編で引っ張っちゃうと、所長じゃないからセーフ。オチだけでは陳腐になりそうだけど別案あるのかね。一本の映画なら勢いでそれでもよかったけど、は大きくするならマイルスとグエンだけでなくスパイダーマンたちの心の救済になる何かを期待してしまう。それはもうグエンでやったしな。グエンパパの後任はパパの代わりに死ぬんかね。それともスパイダーの身内じゃないからセーフ。多分デートのところで最初ってことにこだわってるようだから、これが死なない最初のスパイダーマンになるってことやろ。で、イレギュラーにもこだわってるから多分スパイダーマンも変化するってとこに落ち着きそう。そうか、マイルズは2代目でピーター・パーカーではないからカノンイベントを阻止することができるかもしれないんだなと思ってたらもっと得意点だった。だからまあ、多分カノンを守らないでも成り立つスパイダーマンの多様性を押し出したいから最初にこだわったんじゃないかなと見てる。プローラー死んでるのもカノン扱いじゃないの。もうとっくにあれで覚悟決まってるもんかと思ってたんだけどな。トム・ホピーターもアイアンマン死んだのにおばさん死んでまたうじうじしだすし。本来はそう。だからこれだと2人目だからおかしな話になってる。もしかしたら観測してるスパイダーマンたちも42とごっちゃになってないかな。今回のマイルスが助けた件も、それでじゃあ何がどうダメなのか、他の世界に良くない影響があるのかよくわからない。そしてややこしいのが、終盤マイルスの父親が狙われる話はそれとは別に関係ない。ちゃんとおじさん失ってるし正直その辺のストーリーはあまり上手くない。俺もそこがすごい気になってる。インディアは結局救った後世界崩壊してないっぽいし、してたらグエンと合流する精神状態じゃいられないはず。どうにかできる手段がなくもないなら腐ってないでどうにか世界崩壊しないようにできる技術とかも搾取続けたらいいのに。そこは、スパイダーマンのお約束、みたいな理解でいいんじゃないかな。物理学的なはっきりとした根拠はないと思うよ。それがマイルスの感覚と近いんだろうけど、カノンを崩した場合の象徴的な例としてマイルスがアース42のスパイダー剣を横取りしたせいで、マイルス世界のピーターが死んでスパイダーマンの誕生しなかったアース42は荒廃してる現実があるので、そういう理があること自体は事実と理解せざるを得ない。スパイダー世界同士のつながりが崩れてインカーションみたいにバースごと世界が崩壊するってことでしょう。連鎖的にスパイダーバースが崩壊するって劇中で言ってたと思うが、スパイダーマンは親しい人の死を乗り越えて、力の責任に気がつき、孤高のヒーローになるというのがヘッドカノン。これが成り立たなくなったのがインドスパイダーマンだね。
これを守りたいわけだよ。そうしなきゃスパイダーマンの定義が崩れた世界はスパイダーマンじゃなくなって崩壊するってことだろうね。大切な人が死ぬということを主人公勢以外の全スパイダーマンが運命として受け入れてるのがなんか嫌なんだけど。そこがおかしな点。論点ずれてる気がしたよね。カノンの概念はわかったけど、大切な人を亡くしたスパイディだけ雇えばよいのにな。カノン不成立から補修する手立てが一応でもあるなら反抗しそうなスパイダーマンもっといるような気もする。そういう子は選ばなかったのかもしれん。山城拓也参戦フラグ来たな。あくまでマイルスには協力せず最後まで逃げる側に立ちながらもマイルスから信用を断ち切られず、市長図画を保ち娘を目いっぱい自慢し通して、かつ娘を一切危ない目に遭わせなかったり、ピーターの老体な立ち振る舞いはとても偏作のダメおじさんとは思えなかった。母さん殺意高すぎて笑った。マルピカリ上げ漫画とつるんでたらそりゃご両親心配だよな。どの世界でもスパイダーマン叩きおじさんは相変わらずで笑った。あの転送させた受付嬢がラストで普通に仲間の一人としていたけど、あいつマイルスを元の世界に戻さなかったやつだよね。いいやつなの？悪いやつなの？マイルスを戻そうとしてたよ。噛まれたクモが別バースだからマシンがそっちを認識して行っただけ。アバターのやつはそう止めなかっただけで、転送先はクモの本来いるべきアース42じゃない？劇中で全部説明されてる。あの娘は転送装置を中止できたのにしなかっただけ。あの機械はもともとスパイダー遺伝子から計測してもともと存在した世界へ送り返す装置で、マイルスがスパイダーマン能力を手に入れたのはもともと別世界から転送されてきた。クモに噛まれたことがきっかけなので、そのクモの元いた世界、スパイダーマンが生まれなかった世界へ転送された。スポットにいる次元ごとソードビッカーで切るとかやってくれんかな。とりあえずアクションだけでも見る価値終わり。スパイダー軍団から逃げ切って死ねたと思ったらそっから結構あったね。というかそこからの展開が一番衝撃的だった。キャイティの次元は結局大丈夫だったんだろうか。今のままでは崩壊確定。だから全てを変え全てを救う道を探さないといけない。見てきた。大いなる意志をこれでもかと感じさせられた作品だった。もうラスボスじゃねえの？そういやサングラスかけた老人を見かけなかった。マイルスが悪落ち自分にびっくりしつつも速攻戦う覚悟決めてるの好き。別マイルズとの書は鳥肌立ったわ。しれっと悪落ちして捕まってたのいいよね。逃げるよりおじさんがクソ怖かった。やっぱこの人言って正解だったんだろうなと改めて思ったよ。後編めちゃくちゃ気になるな。マイルスに逆風すごすぎてがっつり感情移入してしまった。ハッピーエンドのスパイダーマンはつまんないからな。アメスパのヒロインばっかしからの復活、 PS4 版のピーターラメイおばさんを見殺し、トムホのみんなに忘れられる選択、どれも最高や。マイルスももっと不幸になろうや。15歳にむちゃくちゃ言うなやかわいそうすぎると泣くぞ俺が。お父さん助けて世界線ぐちゃぐちゃになって MCU か SSU に合流する流れなんかね。やっぱプラウラーかっけ。プラウラーかっこよすぎない？どのプラウラー？スパイダーマンのいない世界のプラウラー。42プラウラーがナイスデザインで立体物欲しくなるな。42の1610っぽいけどどこか違う雰囲気いいよね。治安の悪さが桁違いすぎる。アース42ってカノン現象回避してるのに世界崩壊してないの？むしろ噛まれたやつがいないから壊れてないのでは？あとスパイダーマンの代わりにプロウラーが活躍してる可能性もワンチャン。プロウラーはスパイダーマンに影響されてヴィランからヒーローに転向したそうな。ウィキ調べだからあのユニバースは知らんぞ。カノンイベントを乗り越えるスパイダーマンはマイルスとパビトルの二人になるのかな？長らくスパイダーマンするとカノンイベントは避けられない気もするけどな。俺もそう思ったな。グウェンは回避したけど最終的に誰か4にそう。アース42の方はあれマイルズくん全然キャラ違ったのにお母さん気づかないの本当大丈夫？あんな世界で生きていけんの？ママの前では普通の顔してるんじゃない？アース42にはマジでスパイダーマンがいないのか？なんでおじさんとマイルズはヴィランやってるんだあの世界。ピーターがいない理由はわかんないけどスパイディが生まれなかったことで犯罪抑止がなくなって別の世界よりも世紀末サイバーパンク世界なのは察せたかと思う。アーロンおじさんが死ななかったらマイルスが闇落ちするのもわからなくもないからな。ゲフ死んならまあ母親守るために役に手を染めるのも仕方ないかな。もしかしてマイルスがスパイダーマンになってスパイダーバースに気づかない限りはお父さん死ぬから闇落ち確定だったりする？別バースマイルスとおじさんはビジランテかな。実力確かめる意味で次回バトって共闘になりそうだよね。楽しみすぎる。襲撃計画がどっちかだよな。暗黒メガコーポめいた奴らに襲撃かもしれんし、ちょっとゲームのマイルス思い出したわ。
父親と世界両方救って闇落ちマイルスと協力してダブルアンパンチでスポット倒してグウェンといい感じになった後、両親にスパイダーカミングアウトしてエンド、これでマイルス死ぬみたいに展開外してきたら逆に褒める。もしやスパイジの呪いを引き継ぐことになるのはマイルスじゃなくグウェンでは？な気がしてきた。グウェンの死亡フラグの方が濃厚になってるよね。グウェンは死なないだろう。別次元のスパイダーマンに恋をすると結末は悲劇ってのも否定するだろうし。ここのスパイダーマンの強さってあまり重要な要素じゃないけど、今のマイルスはだいぶん強い方なのかな。今作に出たスパイダーマンの中では多分もうトップクラスなんじゃないかな。マイルスだけ特殊能力2つ？そこら辺もイレギュラー感あったのかな。マイルス・モラレスというスパイダーマンが他世界にいるかどうかだな。元からマイルス・スパイダーマンは透明と電気使えるし。PS4 も入るけどマイルスも来てるからわかんないんよね。あの反射電撃すごい便利すぎない？ビガン捕獲に使うアミスが向こう風来てるし。バンドに始まりバンドに終わる。最後のチームアップにはグッときた。ラストシーンは前作見ていたら少し泣くかも。期待にバッチリ応えてくれたわマジで。バンドメンバーいいよね。今見終わった。前の仲間呼んでバンド組むのはなくって。痛めたメンバーを紹介するぜ。VR ちゃんめっちゃ葛藤しただろうな。まさかさらにややこしい事態になるとは。仲間になってくれたの好き。ところでブタさんは、ちっちゃいからわかりづらいけどちゃんといたよ。ノワールやブタがチームとして集まるところはもっと丁寧に書いて盛り上げてほしかったわ。いつの間に帰るってのはないわ。デッキビタモン所長救ったレイでインディアがマイルスが助けに来る流れあるかと思ったが違ったな。あと圧迫面接の場にペニーはいないでほしかった。ペニーはノワールやハムと一緒にラストシーンが初出の方が上がったのに。そこだけもやる。あそこでペニーチが見せする意味なかったよな。編集段階でカットされたとこがあるのかもしれんけど。尺の都合なのはわかるけどね。それならちょっと家族との過去は削ってもよかったような気がするね。来年のビヨンド冒頭で少し時間を遡らせて無印チームの合流を描いてほしいな。特にペニーは複雑な表情浮かべてたんだからマイルス側につく決断シーンは欲しい。チーム集めるくだりは次回の冒頭でがっつり書くパターンでしょきっと。僕の名前はピーター・パーカーからやりそう。家族との圧力誤解は俺もわからなくもないわ。いい話だったけどぶっちゃけしつこすぎるんだよな。同じやりとりすぎる。後半は突っ立って喋ってるシーン長すぎる。映像に圧倒されてるけど映画として見たら手放しで褒められる出来じゃないわな。こういうシーンが多かったのは確かにある。自分はノラールとハムはあれくらいの描写でいいと思うわ。今回は他の新スパイダーマンたちにスポット当てたかっただろうし、前作の仲間からガガガガ集め出すよりは前作と今作でできた仲間を一度に登場させる今回のシーンの方が盛り上がると思う。参加メンバーの条件がカノン経験済みだからまだまだ合流する熱いそう。ブタとペニーちゃんが出てきた時の空気暗かったけどカノン経験済みなのかな。誰かを失う流行ってるからな。ペニーはお父さん亡くしてるんじゃなかったっけ。前作でも身内死んだって言ってなかったっけ。ペニーの出番一瞬しかないと思ったが後編でがっつり出ることしかして終わってくれて嬉しい。後編でのペニーちゃんの活躍は約束されたようなものだな。ペニーちゃんのロボがエヴァになってる。ペニーちゃんの新機体が原作版によってたな。ペニーちゃんのロボ前作で破壊されてたから見た目変わってても何もおかしなことはないよな。こうなると原作バースと映画バースのペニーちゃん対決は拝めそうにないか。ややこしいけどロボは原作寄りになったがペニーちゃん自体は映画オリジナルままだからな。俺はノワールが好きだから嬉しいよ。モヤモヤより次が見てーよ。ってくらい熱い終わり方するよ。やっぱり前作の仲間たちはマイルス助けるよなってのが嬉しいんだ。エンタメなんだ。大げさかもしれないけど俺にとって前作の世界を超えた友情と迫力のラストバトルは衝撃だったから、メンバーが単なる脇役に格下げじゃなくて再び集まって助けに来てくれるってだけでブワッと涙出てきちゃったよ。面白かったんだけどやっぱり前編だからスッキリしないね。夢のチーム結成は最高に上がるけど、あまたの問題が解決されないことにもマイルスが愛想すぎることにも後編を待つフラストレーションにもたくさん不満に言えるけど、最後のグウェンチームの厚さでチャラになった感じはする。後編へのワクワク感しかない。やっぱり前作メンバーに感情移入しちゃうから、一人になったマイルスを助けに行くために再びチームになるのは熱いんだわ。